こんにちは。似顔絵博覧会の紹介をします。もう13回目になりました。今回のテーマはペットです。じゃあちょっとご紹介します。有名人のペットの似顔絵展。まずここにあるのをバーッとターンしてみると、ジョージ・クルーニーです。ペットの名前はアインシュタインで、長石エンジさんの絵で志村けんさんとプリンちゃん、そして三尾さんが描いた金太郎ミニちゃんだそうです。同じポーズですね。フライングケットで、リーさんが描いたのはキャリーパミュパミュ言えたかなです。でリコさんが描いたのは北欧さんが飼い始めたあのパコミちゃんですね。すごく可愛く描けてます。で永田メガネさんが描いたのは田中洋次さん、かなりデフォルメして長く描いていて、鈴と玉も横に配置しました。高政さん、もうキラ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 の絵なんですよ。岡田京子さんとメロンパンナちゃんです。そして新人の佐久間さんですけれども、渋くエリザベス女王を描いてくれました。 VL コーギーだそうです。で三岡さんやっぱりアイドルを描いてますよね。それ以外にもこんなヤギとかもいるんですね。いろんなペットがいます。で笹さんはさすがイラストレーターの作品、もう本当にうまい藤田つぶじを描いています。いいですね、おしゃれ。でみちるさんはザギトワが本当にワンちゃんに囲まれて楽しそうなところを描いてます。でやっぱり新人のりなさんは岩尾さんをこんなに可愛く描いて、そして相方さんも描いて一枚の絵にしてます。三代さんは前園さんを描いてますね。豚さん飼ってるんでしょうかね。まあこれは多分最近ハマってるパソコンで描いてます。神谷骨蔵さんはなんか微笑ましい絵ですよね。ポール・マッカートニーとマーサです。ななみんさんは若くかっこよく一郎さんを描いてます。でこのワンちゃんは可愛いですね。彩乃さんは美人を描くのが本当に得意、綺麗な絵ですね。アリアナ・グランデ、トゥールーズちゃんらしいです。でピューロでよく描いてるユリさんなんですけれども、具志堅さんと有名なグスマンを描いてますね。かわいい。相田さんはちょっといつもとちょっと違う描き方で描いてます。でも透明感のある絵は相田さんの絵ですね。大島さん、あの劇画調ですけれども、劇画からちょっと温かい感じの色をセピアにしているので温かく感じると思います。ヒッチコックよく描けてますね。柴さんはみやぞんの顔が大きく楽しそうに嬉しそうに描いているのがいいですね。ラブちゃんだそうです。で又三郎さんは、あ、ハリー・ポッターのこのヘドウィグっていうフローですかね、描いてますね。もうこれもいい。で、まちゃこさん、あ、こんなところにも絵をつけたんですね。相川翔さんのカプトムシ、いいところに目をつけました。で、ヒカキンさん、猫を飼うよっていう YouTube もありましたね。2匹の猫が周りにいて明るいクイコブさんらしい絵で描いてます。マキさん、いつも可愛い絵を描くのに今回はあらあら、こうなっちゃいましたね。ひとみさんは、キンキキッズが好きなのかもしれないな。本当によく描いてます。パンちゃん、ケンシロウ、エンドリケリー、これでしょうかね。
ハイさんが書いたのはフレディ・マーキュリーです。そしてちょっと先に飛ぶんですけれども、あっちに行きます。森本さん、よくテレビにも最近出てるんですけど、森本さんが描いた絵です。なかなかドラマのシーンですね。このワンちゃんは可愛いのに、2人はちょっとすごい顔ですね。で、今をときめく小泉進次郎さんとクリステルさんは、うちの講師の父や横が描きました。で、あとはですね、生徒の絵になりますので、ざーっとちょっとゆっくりですけれども、みんなよく描けてるんですよ。ペットの似顔絵っていうのを、ペットが上手い人もいますね。まだまだペットの描き方がわからないっていう方もいるんで、これからもずっと教え続けてみようかと思うんですけれども、よく描けてる人もいます。だいたいよく描けてるな。で、これは前園さん、イノシシを飼ってるらしいんですけれども、縦に最初しちゃったんですけれども、横画面だったそうです。寝てるところだそうです。で、この辺は日曜クラスじゃなかった、土曜クラス、私のクラスの生徒になってます。いろんな画材を使うようにしています、うちのクラスは。なんでですね、というわけで、私との星の子のアーティストと、瀬戸の絵終わりましたので、ちょっと遠いんですけど、私の絵も見てもらえますか。ここから今回タイトルをペットの絵にしたんですけれども、実はこのペットの絵の描き方の本を今年出したんです。それで思いついて、似顔絵博覧会のテーマはペットにしようと思いました。どうしてこの本出したかっていうと、この頃ペットを描いてっていうあれことが多くなったんですね。肝はここです。もうベーシックシェイプをよく見極めて描こうっていうことです。で、本の中の参考作品として描いたのがこの辺の絵です。先とはまさりさん、坂上忍さん、福士健さん、グスマンで、私の大好きな篠介さんが映画で共演していた猫を描いてみました。あとはたくさんワンちゃんを飼っているデヴィ夫人です。で、今回の紹介はこれで全部になりました。越谷レイクタウンで2019年秋に開きました似顔絵博覧会、ペットと有名人でした。ありがとうございます。